じゃじゃーん。今日の朝食、超和食。いただきます。さあ、おはようございます。いやー、この標準カメラはピント合った時の映像は素晴らしいですね。特に昼間、光が十分にあるとこんな感じでめちゃくちゃいい雰囲気の写真っていうか、まあ動画ですけど撮れますね。おはようございます、ドリキンです。ということで、今日も引き続きこのギャラクシー S20 ウルトラ S20 ウルトラっていうのかな、みんな S10 とか言ってたから S20 言いにくいですねS20 ウルトラ使って、また Vlog 撮っていこうと思います。お、あそこにカモメ、カモメアヒル、カモメ。おお、5倍ズームすると結構寄れますね。なんか朝からタマちゃんはいないけど、カモメアヒルかなちょっとどっちだかわかんない。さあ、ということで、昨日のあのもう速攻禁断の iPhone とのカメラ比較、なんか全然そんなんする気なかったんですけど、なんか使ってるうちにどんどんテンション上がっちゃって、気づいたら iPhone とのカメラ比較動画になってしまいましたが、まあ、あの筋書きのない、あ、待って、でかいトラックが、この筋書きのないストーリーがまさにこの散財小説の、醍醐味なので、そう、本当に何かその時の勢いだけで生きてますが、昨日のね動画見て皆さんいかが、わ、タイミングが悪く、今度はカコンカコンが始まってしまって、なんかあそこがねザーンと、これがね結構な勢いで柱立ててんですよね。もう気づいたら、見てください、気づいたらこの柱だらけのこの状況。お、ラッキー、なんか一瞬止まった。この隙に撮る。昨日はね、なんかもうすっかり iPhone とのカメラ比較に、なんかハマっちゃいましたが、今日はもうちょっと普通にこの Galaxy S20 Ultra だけで Vlog 撮ったらどんな感じになるかなっていう、まあなんかほんと普通の日々の Vlog をこのスマホだけで撮ってみるっていうのをやってみようかなと思います。で、昨日はね、ちょっと比較するときとか自撮りするときに若干リグ使ったりもしてたんですけど、やっぱり結局スマホで動画を撮るメリットはお手軽さで、なんかリグ使ったりいろいろなものを使い始めると、もうだったらカメラ持とうよみたいな感じになっちゃうと思うんで、もうあえてむき出し、もう完全に、むき出しのギャラクシーだけで、撮るっていうスタイルで撮ってみようかなと。ただ、まあむき出しにしちゃうと固定できないんですよね。だからせめてガチャンってちょっと挟み込んで、三脚つけれるやつとかぐらいはまあ潜めといた方がいいんで、まあ一応それは潜めてあるんですけど、まあでも極力むき出しで使うっていうお手軽スタイルで、まあほんとコンデジを超えるお手軽スタイルでどこまでギャラクシーで Vlog 撮れるか、まあそういう感じの参考動画になればいいかなと思ってます。画質的な評価は、まあ、iPhone と比較した時に何でしょうね、結構やっぱりね全体的な傾向で、この間も話をさせていただいたんですけど、iPhone は本当優等生、どのシーン、朝から晩まで、おはようからお休みまで、どのシーンでも安定した画質撮れるんですけど、やっぱりギャラクシーとかはもういい時はズバ抜けて iPhone よりも全然画質綺麗にできるけど、なんか悪い時、例えば夜の手ぶれとかはやっぱりブレちゃったりとか、そのね iPhone のなんかその平気優等生感はやっぱりね、動画撮るのには特に有利ですね。おー、なんかズンと上に上がって、このコンクリ部分もついに修理するのかな。結構ここに到達するまで時間かかったけど、いよいよ佳境って感じですかね。
ただ動画を撮る意味でのカメラ性能っていう意味ではちょっとギャラクシーウルトラ S20 ウルトラで感心したのは、まだ殺伐ギャラクシー S20 ウルトラで感心したのはあのマイク性能というか風切り音対策、なんか風切り音をね相当削ってるんだけど、で確かに音はねどうしてもあのデジタル処理しちゃうんで音劣化するんですけど、意外と許容範囲っていうか、なんかよくありがちな、もう風切り音消すことに必死になりすぎて元の声がなんかもうボロボロになってるみたいなのはなんかギリない、こもったりとかしてる感じはどうしてもするんですけど、でもこのカメラむき出しで、結構この海岸線の風の強いところをぶん回してても意外と風切り音が気にならなかったんで、これはねすごい使えますね。あとやっぱりこの広角レンズ、この超広角レンズね、超広角レンズが比較的画質がいいのが、まあもちろん標準広角に比べると明らかに画質落ちるし、その被写界深度みたいなあの標準レンズはものすごい背景ボケるんですけど、まあ超広角にしちゃうとそのボケ味はなくなりますけど、まあその代わりこうやって手持ちでめっちゃ適当になんかガンガン歩いて普通に喋ってるだけでも相当安定した絵が撮れるっていう意味では、これはねこれキラーこれ一つキラーですね。あとね USB-C でやっぱり PC に接続してもう簡単にデータ取り込めるあたりの、もうなんか普通にあのデジカメのストレージのようにあの DCIM フォルダーみたいなのがあのマウントできるから、マウントというかもう全部ストレージが見れるんで、そこからもうあのエクスプローラーとかで簡単にファイルコピーできるんで、しかも USB-C 早いんで、そこら辺のもう本当 SD カード PC に挿してデータ取り込むのと同じような感じで、まあ、むしろそれより早いかもぐらいの感じでデータ取り込めるのはこれでかいです。あ、なんかまたいろいろ工事してますね。なんかイベントやんのかな。じゃーん、今週のどうぞ言ってください。今週のバスケ3コーナー、今日ランチを誘った理由は単に僕がこの新しいカメラ使いたかっただけだから。じゃあちゃんと俺の顔を撮ってくれこれねピント合わないんすよ。なんだそれ。あのダメじゃん、スマホカメラのせいなのにボケがすごすぎて今ピント合わせました。ボケ味がすごい出るんです。だからフォーカスがね気をつけないとなかなか合わないっていう。昨日初めて使ったらほぼピンボケの映像が大量生産されてしまったんで、今大丈夫。うわダメだ、これうるさくて動画撮れない。うわうるせー。やっぱり街にも人がちょっと減ってる気がする。めっちゃ爽やかなところにランチに来ます。ちょっと一応このカメラのメステロ威力を届きます。メステロどうですか。うまいてか気づいたらいつの間にか噛み切ってる。ちょっと例によって信号を1個、あ、まだ青だった。信号を1個犠牲にしてでもまたここのシーンを撮ろうと思ってるんですが、あのねやっぱりギャラクシーに関してはこのフォーカスが非常に重要なので、画面をタッチフォーカスしてきちんと合わせないとちょっと性能が出しきれない感じですね。むしろあのフォーカス合わせたいところタッチすると結構優秀にタッチフォーカスが動くんで、今もちょっとちょうどあのこの信号の真ん中の手前の信号のあたりにフォーカス合わせてるとすごいいい感じに撮れてる気がします。これがね昨日はそれやんなかったのがちょっと良くなかったかもしれないですね。特に暗所でほらガチピンが来ると全然印象が変わると思うんですよね。おおすごいいい感じ。なんかこういうシーンとかも、あ、ごめんなさい。
なんかこんなシーンも撮ってるだけでめちゃくちゃ雰囲気が出ますよね。夜景はね iPhone の方が強いかなと思ったんですけど、やっぱりフォーカスを合わせるとだいぶ威力を発揮し出しますね。あ、なんかこの感じを見てると今日はまたイベントがあるっぽいですね。どっちだろう、ウォリアーズかな。ふぅ、さあ、やば。やっぱりね、このまあアンドロイド系のいいところ、最近のアンドロイド系のスマホのいいところはもうこれブスって USB-C で挿して、そしたらここにね、もう PC 上に Galaxy S20 Ultra 5G って出てきて、ここでもう DCIM のこのカメラの中で今日撮った動画が全部普通にマウントできるから、これ選んでカットして、ビデオに20-03-05とかって日付管理してコピーしちゃえばもうこれで終わり。これでデータ取り込めるんで、これはね、今までのスマホで本当に一番問題だったのはデータ取り込みだったんで、これが解決したの超でかいです。っていうか気づきました？実はこの家未だに照明がないの。リングライトだけでなんとかやり過ごしてるっていう。で、いろいろ来てるんですよ。これもね、まだね、部屋作り、スタジオ作りもまだ終わってないんで、ちょっとずつやっていこうと思うんですけど、とりあえずこれを設置したい。イエティとかで有名な、イエティっていうマイクで有名なブルーのマイクスタンドなんですけど、これ実はもう会社にもこれを導入したっていう、あのビデオ会議するとき用に導入した意識の高さなんですけど、これのいいところはこのケーブルがここのチューブの内側に通せて、結構ケーブルが見えないっていう、なんかシンプルなチューブタイプの、マイクマウントなんで結構いい感じなんですよね。あの見た目がスッキリしてて、で、つけるのもこれをこう、あのドアじゃないテーブルのところに挟み込んで、そこにこのバーを乗っけるだけなんで非常に簡単。ちょっとやってみます。この非常にまだ荒れ果ててる状態でございますが、ここにこんな感じで土台を乗っけて、でそこにこれをシールいらない、グッと待って差し込むだけ。これでこっち側の角度の方が分かりやすかった。これで完成です。これだけでもマイクスタンドになります。あとはこの頭に向きが逆、ここに、おっと、危ない。これをねじ込めば、以上。これで完成です。これで、さあこれで、あ、これでもうポッドキャスト完璧じゃないですか。めっちゃいい感じに、ポッドキャストができそうです。いやー、着々と快適になってきた。で、ほら見てください、ここ。ここの溝に、ちょっとこう、ポチポチがあって、ここにケーブルを通せるから、こんな感じでね、ケーブルがブラッとしない、めっちゃシンプルな、スマートな感じでマイクがスタンドできんの。これやっぱブルーは、ここら辺、見た目にこだわってるだけあって、結構スマートですね。結構おすすめです。